皆さんどうもこんにちは。打楽器の演奏家の島崎優斗です。本日はジャズとかコードを勉強したい方向けに、まあ、とりあえず持っとけという本を、ご紹介したいと思います。で、とりあえず今日3冊ご紹介するんですけど、ジャズ系のプレイだったら絶対持ってるっていうすごい有名な3冊です。1つ目、ジャズスタンダードバイブル。2つ目、スタンダードリアルブック。3つ目、スタンダードジャズハンドブック、まあ、このあたりですね、まあ、他にも有名な本がね、2冊ぐらいかなあるんですけど、これ全部教本ではなくて曲集です。曲集なので、1冊に100曲ぐらい入ってて、まあ、中見るとこういう感じ、本当曲名と、メロディーと、コードですね。ちっちゃくて見づらいかもしれないですけど、コードなんか C7 とか Gm とかそういうのが書いてあります。で、普通の人だとこの曲集に入ってる曲ってね、多分ほとんど知らないと思うんですよ。多分ほとんど知らないと思うんですけど、ジャズではよく使われる曲だったりセッションがしやすい曲っていうのが入ってますので、これ見ながらメロディーを普通にまず弾く、メロディーを書いてあるメロディーそのまま弾く。で、その後に、コードですね。書いてあるコードで和音を調べる。で、その後でアドリブの練習しつつ、こうアドリブができるようになるっていう、まあ、簡単に言うとこの3ステップでかなりアドリブとか、コードの勉強できるので、ぜひ活用してみてほしいなと思います。そうですね。Amazon かなんかの、購入のリンク、購入できるリンクを概要欄に貼っておきます。で、僕はね、もう今すでにもう、ほとんどこの3冊で使わなくなっちゃって、結構あの曲なんだっけなって調べるときぐらいに使うんですけど、そうだ、なんかセッション系の、ライブとか、それから初めて、ジャズ系のライブハウスとかで初めて会う人たちと、なんかとりあえず音出してみましょうっていうときに、じゃあこのうちのなんかどれか持ってきてねとか、あるいはじゃあ本持ってるとかいう風に聞かれるぐらい、本当に有名な本なので、もしジャズやりたい方、まあこれ、本当に初心者向けの今日動画なので、これからやりたい方、あるいは、ちょっと勉強したいなっていう方、この3冊のうちのね、どれか1つだけでも購入しておくことをお勧めします。で、コードができるようになってくると、コードがですね、わかるようになってくると、クラシックとかロックとか他の演奏にも非常にいいメリットたくさんありますので、ぜひね、特に若い方で音楽家の方、音楽家目指す方とか、まあ、それから趣味でやってて、なんか一人でもっといろいろできるようになりたいなっていう大人の方も含めて、コードをですね、まず例えば F って言われた時に、あ、ファラドの和音どれか弾けばいいのねみたいな、で C マイナーって言われた時に、あ、ドとミフラットとソネとか、あるいはなんだろうな、G7 フラット5とか言われた時に、ソと C フラットとレフラットと、ファだねみたいな風に、パッてその思い浮かぶ音が思い浮かぶっていうことと、この鍵盤とか見た時にパッとそれが抑えられるっていう風になると、非常に音楽の多様性広がりますので、コードの勉強を僕すごいおすすめしてます。大体ね、そうだな、クラシックとか普通に音楽習ってる方とかだったら、もう中学生ぐらいで始めてもいいと思いますし、吹奏楽部とかでちょっとやってるとかだったら、もうすぐね始めてもいいぐらいかなと思っております。はい、ということで今日サクッとこの3冊ですね、おすすめの、ジャズ系のコードとか勉強したいときに曲集を、ご紹介させていただきました。よかったら概要欄見てみてください。打楽器の演奏家の島崎優斗でした。ありがとうございました。